1919年のアダムス・チューインガムの広告。トーマス・アダムスは19世紀アメリカ合衆国の科学者、発明家でチューインガム産業の創始者とされている。アダムスの起こした事業は最終的には有名なチューインガム製造業者、ウィリアム・リグレイ・ジュニアの事業に合流した。アダムスはニューヨークに生まれた。南北戦争の際には 同盟の息子トーマスと共に従軍者紳士としてポトマック軍に参加した。1857年頃、アダムスは亡命してニューヨークのスタテン島に住んでいた、かつてのメキシコの指導者、アントニオ・ロペスでサンタ・アナの秘書兼通訳であったルドルフ・ナペギーを通してサンタ・アナの地具を得た。秘書として働いていた時、チューインガムのアイデアを着想した。サンタ・アナは、 チクルという天然ガムを噛んでいたのである。サンターナはチクルを飴玉台に切り販売もしていたという。当初、サンターナとアダムスはこのガムからタイヤに用いることもできるようなゴムの合成を試みたが、これはうまくいかなかった。ゴム合成を断念したアダムスは、一旦は原料のチクルを廃棄することも考えたが、もともとメキシコ人たちがチクルを噛んでいたことを踏まえて、 固形パラフィンのガムの代わりになるものを開発することを思いつき、1859年にチクルをベースとしたチューインガムの製造に成功した。アダムスはジャージーシティにアダムスサンズ社を設立して社長となり本格的なチューインガムの製造を始めた。当初は味をつけないままドラッグストアで販売していたが、後に 甘味料を加えるなどして加工したところ、売り上げが急増した。1871年には、ドラッグストアの店頭でチューインガムを小さく切断する機械を導入し、小単位での販売を可能にした。また、1888年には、最初のチューインガムの自動販売機を導入し、地下鉄構内などにおいて、大きな成功を収めた。1880年代には、 アダムスの事業は国内各地に広く商品を流通させ3000人を雇用する規模に成長しブルックリン橋の近くに世界最大のチューインガム工場を構えていた。1898年には同盟の息子に事業を譲って引退した。アダムスは1905年2月7日にブルックリンクの自宅で肺炎のために死去し、後には未亡人と息子4人。 娘三人が残された。ありがとうございます。